ハロウ、this is ひろしはやし、go なみひら、ジャパン、ドラゴンガース、ジャパン、ヒューマンズ、ドラゴンガース、ドラゴニアンという言葉があります。大変失礼な言い方です。正しくは、ドラゴンガードと呼ぶべきです。人間は、そのドラゴンゴッドによって、創造されました。日本にはュダ、竜打神を祀る神社がたくさんあります。 その中でも三大神社といえば、出雲大社、筑布島、そして諏訪大社ですね。で、今日はこのドラゴンガードについて調べます。延期からダヴィンチまで。人間を作ったのは延期だと言われています。左にいるのが延期です。上半身が人間で下半身が竜です。 これがそうですね。で、これはエジプトに残る壁画ですけども、えー、宇宙の話をしているという説もありますし、人間を作っているという説もあります。右がポセイドンです。ギリシャ神話の中では、ポセイドンという名前で語られました。そして、右、その右が、ジョカ、復帰ですね。復帰、ジョカです。フーシー・ヌアです。で、この、まあ、それについてですね、 えー、なみひさんという方から次のようなメールが届きました。ウガ神という神様がいるんだそうですね。で、このウガという神様はですね、延期あるいは復帰除去と関係しているのではないか調べてほしいということでした。で、早速調べてみました。これがウが 神と言いますか、うが神様と言いますかね。うが神様です。まあ、うが神というふうに、まあ、読みがなはついてますけども、女神なんですね。女神、まあ、女神と言いますか、関心が蛇なんですね。これらは、これらの神々は、 それぞれ共通性を持っているわけですけども、ダヴィンチも実は、岩屈の聖母の中で、竜太神を描いています。中央にいるのがマリアですけども、巧みに隠し絵という手法でですね、岩と、そしてマリアの体をつなげています。まあ、それについては前後で詳しく精査しましたので、ここでは簡単に、えー、説明しておきますけども、 中央の岩ですね。そして、この岩の、まあ、質感とい言いますかね。色温度とい言いますか。それが、まあ、マリアの色温度と一致しているとい言いますか。つながっているわけですね。皆さんの目でご、ご自身でご確認ください。一見岩に見えますけども、その岩がずっと下へ来て、そして、まあ、帯。これが蛇のようにも見えますし、まあ、あるいはまた、マリアの体全体ともつながっているように見えます。マリアの胸の下のですね、えー あたりのイロンドと岩のイロンドが同じです。で、世界の、まあ、リューダーシングを調べてみます。まあ、このようにですね、延、え、期、ー、からダヴィンチへとつながっていくわけですね。が、もう一人いましたね。カペラシスティナに、の天井画を描いたミケランジョロです。ミケランジョロはこのような、まあ、絵を描き残しているんですけども、これは旧約聖書の、まあ、説断に基づく話をベースにしています。しかし、なぜミケランジョロは、 まあ、ここにですね、リューダーシン、リューダーシンを書いたかということですね、カペラシスティナに。まあ、それについては、ザカリア・シティンがですね、説明しています。マリ、つまりマリアの別名ですが、マリとエアはイブとダイジャの前身であった。マリとエアがイブとダイジャの話になった。すなわち、エアイコールダイジャというのは、ヘブライ語でいうエデンの庭にいた、 ヤーウェの敵対者でもあった多くの研究者が告白しているようにエデンとアトランティスは同じであるエアつまりエンキはマリの大蛇の王でありポセイドンと呼ばれていたこの関係が後にマリとエアのつながりとなりその関係がアーリア人さらにはアトランティス人へとつながっていく。 つまりそれがカーターの大虐殺へとつながっていったその大虐殺事件こそがエデンの神々に始まる古代の地の確執の大災害ということになる中ここでいう大災害というのは1208年から1244年に起きた大量殺戮事件をいうこの時ローマンカトリック側は カーータ民族を襲い南フランスに住んでいた何十万人ものカーター人を殺害したエアーつまり塩基はジョジ氏の中ではアヌンナキの偉大な科学者であるシッチンは自分の研究の中でそのように美化しているグノーシス人はエアーのことを偉大な光と呼んでいる エアーはこの地球へ鉱物資源を求めてアヌンナキと呼ばれる神々のグループと共にやってきたつまり偉大なアヌの息子たちであるシッチンは次のように主張するつまりエアー上半身は人間下半身は大蛇は 人間を遺伝子的に改良したとがエアーはこうした努力において半分兄弟つまり半分血のつながった兄弟のエンリルに反対されたエンリルは神のようになった人間を洪水を使ってこの地球上からほとんど全部を洗い流すことによって後になってエアーの品種改良に応えたつまりエアーは人間を 品種改良したがエンリルはその人間のほとんどを洪水によって滅ぼしたエアーつまり塩基とエンリルは地球へ来る前から激しいライバルであった人間性が彼らの剣にもなったエアーとその支持者つまりプリーストは 地球的な教育と啓示によって人間の人間性を神のレベルまで高めようとした一方エンリルの支持者は人間性を奴隷と性的対象物つまり警察国家的な財産のままにとどめておこうとした。 シュメール人の伝説によればエアーが人間の血に知識を与えたことは明白である洪水の後生き残りエアーによって作られた純血全洪水種族は秘密裏の避難民の形で存在しているそしてそれが世界の中の聖杯伝説の中のマウントサルベーション救世主山というのでしょうか と呼ばれているレネ・レ・ジョーも含めてラングエードックのブドウ畑はこれらの地球の地域の一つと考えられている。私筆者はエアつまり延期の秘密をここで探し求めた。 で、人間の創造つまり、このドラゴンガッドはですね、人間を創造した神であるということになります。そのことは、この仏ジョカの絵を見るとわかります。ここに持っているのはコンパスです。ここに持っているのが直角定規です。この二つを合わせてできたのが、フリーメイソンのシンボルマークです。 いわゆるプロメテウスから現在の自由の像へと繋がっていくわけですね。で、まあ、男性側が延期、そして女性は誰かというと、ニンフルサガ、あるいはニンフルサグとも言いますけども、に繋がっていきます。この延期とニンフルサグは、いわゆる双子の兄弟だったと言われています。これがバビロニアの神々の、まあ、図段ですけども、頂点に、 イタールイナンナがいて、そしてその下に、イエエアですね。これが延期です。そしてその右に、にフルサークがいます。そしてこの、うやるしめ縄が、まさに、リ竜ダ真のシンボルマークということになるわけです。竜をかたどったものと考えられます。そしてそれが、現在、出雲大社のしめ縄となって、飾られています。 人間はドラゴンゴッドによって作られました。そしてそのドラゴンゴッドは日本にいたんですよ。日本という国は大変な国なんですよ、皆さん。誤解しないでくださいよ。皆さんはこの事実を知っていましたかではもう一つ事実を付け加えます。左が出雲です。右が富士山です。そしてその方向はほ、ほぼ正確に真東に 富士山があるということですね。そして、竹生島でのエラーは、680メートル前後なんですね。まあ、ほとんどエラーがないと見ます。さらに興味深いことに、えー、出雲大社から諏訪大社に線を引きます。ますそうしますと、その直線は、諏訪大社の山道を、ほぼ、まっすぐに横切ります。ということは、 諏訪大社の参道は、出雲大社を向いているということですね。このように、出雲、竹生島、そして諏訪は、一本の直線で繋がれているということですね。ということも、どうか皆さん、ご理解ください。